はい、こんにちは、ウォンカです。今回ですけども、ミックスボイスができない人に、ぜひやってほしい声の出し方を紹介していきます。まあ、特に男性かなと思います。地声が低くて、全然ミックスボイスできる気配がないとか、全然高い声が出る気配がない。例えば、自分の声がマックス E4 とか D4 とか F4 がギリギリかなっていう方に、ぜひやってほしいです。もちろんね、女性も当てはまる可能性あるので、全然、 でできないいいんであれればばやってみてみただければと思いますこの動画を見ることによってミックスボイスの出す感覚とかそのあーなるほど自分はこれできないからミックスボイスできてないのかなっていう発見にはなるかもしれないのでぜひ参考にしてみてくださいじゃあ結論どんな声かってことなんですけども鼻声です鼻声こういうもう鼻にかけたような感じこういうはー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 こんな感じ足のなだよ <laughs> みたいな感 <laughs> じ <laughs> なんでこの声が必要かって言ったら、ミックスボイスできてない人の男性の方特になんですけども、声を引き上げることができないんですよ、基本的に。はあ、はあ、はあ、どうしても声を高くしようと思ったら、はあはあこういう感じ。はあ、はあ、こういう。はあはあ こういう風うに引き上げることができないって感じ。今これ出してる声ってまあミックスボイスの類にはなるんですけども、裏声には聞こえないと思うし、まあ地声ではないなと思うんですよね。はあ、ー。なんか中途半端な声だと思うんですよね。こういうなんか、ふーん。これ鼻にこう、ひーかけてるんですけども、こういうのができないかなと思うんですよ。で、この声の種っていうものが鼻声になるので、鼻声。 鼻声鼻声鼻声みたいな感じの声なんですよね。なので、ちょっとぜひね、鼻声をちょっと習得してほしいなって、できないんであればやってほしいなと思います。で、鼻声のやり方なんですけども、あの、なるべく下顎は力入れないで、ここから上だけで声出すようなイメージ。はーん。で、ベロ、ベロにも力入れない。顎にも力入れない。はーん。 なんかね鼻をこうキュッて締めるような感じ <laughs> 鼻を鳴らすような感じでいいかなと思いますで鼻声ができたら引っ張ってみてくださいこれできたらすごく楽なんですけどねミックスボイスが。 えどもう何ん,んも力入れてないです下も力入れてないですうんでこのなんかね口腔外があったらちょい後ろあたりをここをこう本当にこう鼻の裏まで伸ばしていく引っ張っていくような感じうーん物理的に引っ張っていってますもうグイーンって。 この目の目頭の裏ぐらいまでこう引っ張るような感じもそのくらいこう引っ張っていけるといいかなと思いますブレークせずに一本にふんこんな感じですでこれをやると男性の方だったら最初喉をすごく詰まるような感覚になったりとかあとはね すごく喉が疲れるとは思いますが、あの、ずっと同じ練習を続けずに、まあ、少しずつやってください。ちょっと伸ばしてあげて、15分くらい。30分くらいやってもいいかな。30分くらいやったら、一回やめる。みたいな。で、そこだけに固執しないこと。はー。ちゃんと太い声とかも出してあげるし、はぁー。ひー。しっかり口からも出してあげるってことを絶対忘れないでください。ボイストレーニングとしてね。ここに入れるから、なんかミックスボイス っぽい声だからってって、ここだけをやると、めちゃくちゃ閉鎖強くなったりとか、詰まるような声になっていくので、あの、分かったら分かるんだけど、他の声もやる。はあ、はあ、はあ、極端な話、こういう声でも OK。この、ふーん、ふーん、詰める声じゃなくて、はあ、とかでやってあげるってことは大切です。で、こんな感じで鼻の方に引っ張って、薄く引き伸ばすような声ができたら、 あとは、どれだけ、声帯の厚みを作るかみたいなところになってきます。なので、ふーん、これだとこう薄く引き伸ばしてるだけ、それに対して、顎にちょっと力入れていいし、多少顎を下げるような感じでもいいし、喉に力入れる感じでもいいんですけども、軽く、まあ、口から息止めるとかでもいいんですけども、は、あー、あ、あ、あ、この声から、あー、 出だしの声が違いません,うん,うんこれだともう完全に鼻じゃないですかでもあしっかりあっていう言葉を言うあって言葉を言うんだけどこっちに負けないように引っ張っていくそしてこっちあって言ったらこれ以上あっていう力を入れすぎないであああみたいな感じで引っ張ってあげると、まあ それっぽい声にはなるかなと思います。うん。それっぽいっていうのは、その歌声に使えるような声に近づくかなと思います。だから、胸ぐらを掴まれて、強烈なパンチを、胸ぐらを掴ま,まれて、強烈なパンチを、の方が歌っぽいですよね。だからしっかりこう、口の方もちゃんと使いながら、こっちに当ててるような感じでございます。 で一応ね、今回の動画の内容、伝えたい内容は以上なんですけども、一応補足として、この、引っ張るっていう方じゃなくて、逆に下げるっていう説明も一応できるので、必ずしもミックスボイスはこっちだとか、なんか、後ろだとか、前だとか、下だとか、上だとかに、あの、上なんで、うなみにしないでください。あの、どこでもできると前でもできるし、後ろでもできるし、上でもできるし、下でもできるので、今は、上が足りないかもしれないから、上を練習するだけであって、必ずこう、 上に引っ張るように声出すべきなんだっていうふうに思わないでください。まあどういうことかっていうと、先に引っ張っとくっていう方法もできるんですよ。例えば、あの、引っ張るから、こー、声も顔もみたいな感じで歌うじゃないですか。こー、声も顔もでってやってるんですよ。でも逆に引っ張っといて、声も みたいな感じでこっちに行くこともできるんですよ。ま、任せますって感じ。声質は変わったりするかもしれないし、音の当て方は変わるかもしれないんですけども、どっちでも別にいいです。こーこーあー地声で行くような感じになったり、裏声に引っ張るような感じになったり、これは任せます。僕個人的には、うん、どっちでもいいかなーって感じ。下にやった方が、出してる感はある。 でも上にやった方が、えー、楽さはあるかもしれない。うん。で、えー、本当に本当に最後の一つだけ、絶対これは聞いてほしいことがあるんですけども、今ね、僕がこうやって説明してたら、あ、ウォンカーさんミックスボイスできるんじゃん、みたいな感じになって、あ、じゃあこの人どこまで歌えるんだ、っていうふうにちょっと思ったりする人もいると思うんですよね。だから、要はこの動画を見ることによって、あ、こうやってやればミックスボイスできるんだ、って見てる方も思って、これで高い声出やすくなったるな、 な、なるんだ、みたいな、思って、これで何でも歌えるって思うかもしれないけど、そう甘くはないんですよ。例えば、あの、僕、最初、なんだっけ、胸ぐらを掴まれて、みたいな感じで歌ってたじゃないですか。で、これを、なんだろう、えーっと、なぜだろう、喜びよりも心地よい痛み、ずっしりと響いて、 濡れた服に舌打ちしながら腫れ上がった顔見合って笑う土砂降りの夜に誓ったリベンジ例えばこんな感じであの髭を歌ったとするじゃないですか歌えてないじゃないですか明らかにうんそんな感じでクオリティをどんどん上げていく必要はある それっぽく歌えるかもしれないけど、まだ僕もミックスボイスを扱えるかもしれないんだけど、このヒゲダンの、ヒゲダンレベルのミックスボイスにはなってないの、まだ。だから、ミックスボイスを使えるから、A4 とか B4 とか C5 とか、まあ一応出せる音域はあるんだけど、こう難しくなればなるほど、コントロールがこう雑になったりして、こううまくね、声に反映される中でするから、これは本当に練習です。ボイストレーニングを必ず積まないとなかなかいかないので、 コツをつかんだからなんか全部 OK じゃなくてこのコツをつかんだやつのクオリティをどんどん上げていくっていうのを絶対にしてくださいベンチプレスの上げ方が分かっただけこの手首がこうなんないようにねとかこうなんないようにねっていうふうにこう教えてもらってこれでやるんだよそしてこうやってやるんじゃなくてちゃんとこう,こうちょっと下の方だよねとかここでやんないとベンチプレス意味ないねってこうやり方が分かっただけでベンチプレスの重量自体が別に1 0 0キロとか上がるようになったわけじゃなくて まだ全然50キロ、60キロ、70キロ。やり方が上かっても70キロとか80キロ。僕だったら90キロぐらいまでしかまだ上げれないよねっていう感じです。あのベンチプレスで言うと。ただヒゲダンの人は150キロぐらい上げれるんじゃないかなと思います。ブルーノマウスとかだったら180キロとか上げられるんじゃないかなっていうレベル。僕よりも2倍ミックスボイスのレベルが高いって感じ。ただ僕はこのミックスボイスの方法とか出し方を伝えることはできるし、練習方法も伝えることはできるので、ぜひね参考にしていただければと思います。はい。えー、今回は以上になります。 失礼します。